皆さんこんにちは。プサルタリー奏者の野瀬のぞみです。私が今手にしておりますこの楽器、プサルタリーと言います。プサルタリー、どういう楽器かっていうと、三角形の木の箱に弦がたくさん貼ってあります。それでこんな風にして構えて、皆さんに向かって右手側が今ドレミファソラシドって聞こえたと思うんですけど、ピアノの白い鍵盤、白鍵、つまりドレミファソラシドの音ですね。それで左側が、ピアノの黒い鍵盤、黒鍵、つまり半音の音の弦が張ってあります。で、今私こうやって爪で弾きましたけど、普段多くの場合はこれを弓で弾いてます。こんな感じです。で、半音側、ね、とっても優しい音がしますね。サルタリーは本当こういうふうにあんまり大きな音がしない楽器なので、お家で一人で弾くにはぴったりの楽器じゃないかなと思います。それにこれ弾くのにあんまり力がいらないんですね。っていうか、あんまり力を入れちゃうとギリギリギリって言ってあんまり綺麗な音がしなかったりして、あともう一つ、弾くところにご覧になれますでしょうか、ドレミが書いてあるんですね、弾くところに。ですので、学校時代に覚えたドレミで歌える曲であれば、本当に皆さん短い時間ですぐに弾けるようになる、とっても優しい楽器です。前回のビデオのまとめを2点ほど確認しておきましょう。まず、プサルタリーや弓はこのように構えます。そして弓は弦に軽く当てて、決して力を入れて押し付けず、弾くときには弓をまっすぐに動かすのではなくて、このように少し弦を巻き込みながら丸を描くようにして動かして弾くんでした。そして2つ目、弓を動かす方向の呼び名ですが、楽器の中心から、外側に動かす、こちら側に動かすのをダウンストローク、逆にこの楽器の中心に入ってくるように、こういう風にこういう方向に動かすのをアップストロークって呼んでました。そして曲を弾く時には、一つのフレーズ、曲のその一区切りのことですね。その一区切りまで、一つのフレーズの間は、一音ずつダウンアップダウンアップと交互に動かしながら弾きましょう。前回のビデオではそんなことをお話ししていました。それでは今日はこの楽器でロンドン橋を弾いてみましょう。さじめに今日の曲のポイントをお話しします。今日の曲のポイントは、音の長さイコール使う弓の長さだということです。プサルタリーはこの弓の根元から先まで全部を使って弾けば、こんな風に長い音を弾くことができます。逆にこの弓の使うところをちょっとにすると、こんな風に短い音を弾くこともできます。では実際に弾いていきましょう。じゃあまずロンドン橋を一回初めに弾いてみますね。Thank you.
こんな風になります、ロンドン橋は、初めの2つの音ソーラっていうのが、ソの音が長くてラの音が短い、楽譜で書くとソの音が普天八分音符でラの音が16分音符になるわけなんですけど、こういうふうに長さに差があるときは、フサルタリーで弾くときにはソの音を長めに弾いてラの音は弓をちょっとだけ使って短く弾いて、すぐにソの音、次のソの音に行くようにして後を弾いていくようにします。そうしたらですね、前回同様実際楽器を弾く前にそのフレーズの確認も兼ねて弓をその空振りをする練習をまずしてみることにしましょう。じゃあやっぱりこの曲もソの音がダウンストロークから始めてソラソファミファソまでは一フレーズなのでダウンアップを繰り返していきますね。じゃあいきます。ソラソファミファソ、ここでフレーズの音が変わるのでレの音はダウンからです。レミファ、またフレーズが変わるのでまたダウンからミファソ、またダウンからソーラソファミファソ、またフレーズが変わってダウンからレソミド、こんな風になります。では今度は実際にですねプサルタリーを弾いてみることにしましょう。はじめにご説明したようにはじめのソの音、ソの音は少し長めに弾いて、次のラの音は弓をちょっと使って短めに弾いて、すぐにソの音に行って、あと、そのまま弾き続けていくようにします。じゃあやってみますね。ソーラはちょっとですぐソに行って、ファーミーファーソー、レはダウンから、レーミーミのダウンからミファソ、またソはダウンからで長く使ってラはちょっとでソ、すぐソに行ってファミファソ、レはダウンからレソミド、こんな風になりますね。そうしたらじゃあ今度はドレミを言わないで一回弾きますので、ぜひ一緒に弾いてみてください。じゃあ行きます。せーの。いかがでしたでしょうか。今日やった音の長さのコントロールは使う弓の長さでもってコントロールするんだっていうことができるようになってくると、がぜんその曲らしく聞こえるようになってきます。ですのでぜひやってみてください。ではありがとうございました。